クロノス。いや、ネネちゃん、目を覚ますんだ。早く助けろ。助けないよね。うん。カダマス。キュキュタマ、タマタマ、キュキュキュタマ温度いいわよね。一体何なの？何これ？ガシャット？どうしてガシャットが飛んでくるのよ？ガシャットかしらね。英語で書いてあるからわかんないって。ねねちゃん、そのガシャットは危険だ。エグゼルさんの声。そのガシャットは絶対に押してはだ。押しちゃったけど。そう、間に合わなかったか。どうしよう、チョイクス。お前は絶版だ。クロノス。いや、ねねちゃん、目を覚ますんだ。しっかりするんだ。絶版だ。早くねねちゃんを元の姿に戻さなきゃ。ハイパー無敵。むむ、やる気ですね。ガラピコだって負けませんよ。スーパーロボットですからね。スーパーロボットなのにどうして星に帰れないの？本当はポンコツロボットなんじゃないの？うるさいです。今だ。ハイパークリティカルスパーキング。あれ、この音はまさか、まさか、まさかのまさかですかね。大丈夫、僕が守ってあげるよ。ポンコツくん。ポンコツじゃありません。お前たち全員絶版だ。決め技。ちょっと待ってよね、ガラピコ。イッテレさんから何か言われた？いいえ、何も言われてないです。そうだよね、多分何も言われてないから、まだまだはなかっぱとガラピコブーは続くと思うけど。そうですね、とりあえず今年度は続くと思いますけど。そうだよね、だから絶版は大丈夫だと思うよ。そうですね、ある意味無敵です。グフフ。それで何、クロノスさん。絶版だ。田中パくんたち、危ない、逃げろ。エグゼードさんの声だ。ガラピコ、逃げようよ。逃げるんですか？弱虫ですね。逃げない、僕逃げない。ちょっとそこの端っこで見てる。そうですね、それぐらいにしておきましょう。お姉ちゃん、いや、クロノス。何だ、マイティアクション X。 あんまりいい気はしないけど、決め技だ。田中パくん、ガラピコくん、大丈夫？大丈夫です。はい、大丈夫です。ねねちゃん、大丈夫ですかね？うん、大丈夫だと思うよ。元気になるように、リプログラミングしたから。え、リプログラミングってそういうこともできるんですか？多分。そうですか。でも、ガシャと飛んでいっちゃいましたよ。そうなんだよね。リスタート。あ、この声は。どこだ？ビースター、ふざけるのよせ。嬉しい、実に嬉しい。君たち勢ぞろいじゃないか。世界展開に向けてレアキャラの仮面ライダーは新しい人材に変える。まさかねねちゃんが新しい人材？その通り。話が早いね、エグゼイド。そんなことはさせない。この小娘、なかなか使えそうだ。何があったのかしら。なんだかフラフラするわ。フラフラする。エグゼイド、もはや君に商品価値は。苦しい。あらららら、これはぐっすり寝てますね。クロノスさん、ネネちゃんの下敷きだ。さすがのクロノスさんもネネちゃんの重さには勝てないよね。もしかしてネネちゃんって無敵より無敵かも。そうだね。早く助けろ。助けないよね。早く避けないと小娘も絶版にする。絶版って、おいしいの？絶版っておいしいの？最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てね。